はい、いらっしゃいませ。こんばんは、大型犬でございます。フォルツァ7の日楽しんでいきましょう。で、この2週目のシーカーチャンピオンシップ残すところ、まあこれフリーなんていうの、オープンは抜いてね、残すところラスト、アルティマ1020と呼ばせていただこうか。ちょっとかっこいいよね、360みたいな感じでね。あ、でも波のドライバーでは手に負えないでしょって書いてないか。もう僕波もいいとこなんですけど。あ、1台しかない。あ、そして、あ、まあ28枚ならいいか。値段ばっか気にしてますけど、761kW ってことは、1.3倍ちょっとだよね。ってことは1000馬力、あ、1020ってそういうことか。1000馬力あんだ。で、車重が953キロの MR だ。やばい。乗れる気がしない。あ、いろんな色あるね。オレンジかな。かわいいね、オレンジ。この赤目のオレンジか、オレンジ目のオレンジ。なんていうの？オレンジ目のオレンジ。これでいこうか。ね。おもちゃっぽいね、この色にするとね。買います。ドン。乗りこなせそうにないな。まあでもやるしかないね。さあ果たしてこの2週目のシーカーズチャンピオン、シーカーチャンピオンシップを、クリア。あ、ちょっと待て、ホッケンハイムの雨じゃなかった今。あ、そう、あ、そう、そうなの。雨か。1000馬力の MR で雨を走れとおっしゃってらっしゃる、おっしゃってる、フォルツァモータースポーツ7。あ、頑張ろうかね。やらなきゃしゃあないもんね。どうなんのかな。よし、やるよ、頑張るよ。んー、ドキドキ。あ、まだ降ってないのか。途中で降ってくるパターンのやつだね。うわ、軽いな車。ちょっと、あ、ちょっと、ごめん、ほんとごめん。あのね、2速でものすごいホイールスピンします。なんだ、ライン開けたじゃん今。おすごい難しいぞ。おー、変な声しか出ないね。うわ、ナイーブだな、これすごいな。うーわ、あのね、ハンドルがものすごくクイック。これね、速い遅いとか考えてらんないね。なんだったらね、やっぱり話す理由がないです。理由じゃない、話す余裕がないです。その言語屋に割くね、神経がもう残ってない。すごい車だねこれ。あ、ごめん。うわ、なんか霧が出てきたな。見えないぞ前の車が。これは怖いぞ。まだね、路面のグリップ低下を感じるほどではない。うん、アウトからぶっけていくんだよねホルツァはね。おーおー、強引だな。まあ、僕もたまにやるかあれ。ね、思い起こせばよくやってる。うん、ごめんなさい。なあ、これね、ダウンフォースのせいなの？その高速域になるとものすごいクックになって僕なんかじゃ扱いきれない。うん、これは。いやー、難しい車だ。あ、ちょっと、うん、滑る。
あのね、アクセルをね、僕のフォルツァ人生の中でもトップクラスの繊細な感じで踏んでます。そうしないとね、すぐ飛んでっちゃう。どうしような、この車のセッティング。まずね、あの高速域でのオーバーステアをね、オーバーステアというか機敏性、反応性を落としたい。なので、もしダウンフォースがいっぱいついてんだったら少し落とすべきかな。いや、でもダウンフォースがついて、その反応性が上がるってことは基本車高が高いってことだよね。だからダウンフォース下げちゃえばいいか。いいのかな。ちょっとやってみないと分かんないな。ね、ここだ、ここからなの。ここなのよってことね。ここの高速域に入ると途端にハンドルの応答性がね、上がってしまうのはなんでだろう。あれかな、トーインかトーアウトかが極端についてるのかな。ちょっと見てみたいね。うん、こっから、怖い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 、すごい応答性早い。怖い怖い怖い。いやー、集中するな、すごい集中するな。すごい集中させられる、これ。やばい、間違えたー、ちくしょう。よかった、こんだけで済んだ。あ、後ろから来てる。あのね、集中力が意外と持たないです。まだ1レース目なのに。これはセッティングだな。リアに荷重を寄せたいな。少しアンダーにして車高を少し上げて足回りを柔らかくする。うん、それによってこの僕のね、おじさんのアラフォーの反射神経でも扱えるようにする。まあ、フォーミュラーカーのセッティングに近いね、僕なりのね。あ、疲れた。すごい疲れる、これ面白い。ああ、なるほどね、なるほどね。波のドライバーじゃ扱うのが難しいというのはよく分かった。うん、とりあえず2発進よし、次頑張っていくよはい、疲れた。いや、すごい車だね。あのハイパワー軽量 MRミッドエンジンレイアウト、リア駆動の真骨頂かもしれないねあー、でもね、なんとか1位を取りました。うん、あー面白い、あー難しい。よし、じゃあ第3戦行こうか。はい、第3戦。お、ムジロだ、いいね。ムジロのコースは結構好きです。あのバラエティに富んでてね、上り下りもコーナーもストレートも楽しいコースだと思っていますが、この車でうまく走れるか、やってみようかね。はい、でこの車ね、その1000馬力を超えて車重が1トンを切ってる MR だよね。うん、まあそのどちらかというとレーシングカーなんだよね、もう多分ね。うん、でまず基本的な、あ、何すんの、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、なんかすごくないもの。基本的にはあのオーバースピードはもう死を意味します。おお、オーバースピードでコーナーに入っちゃったら、うん、立ち直れたらラッキーぐらいの感覚だよね。うん、でなんでかっていうと MR なんで、あー、オーバースピードだなーって、まっすぐリカバリー、要は止まるんならいいけど曲がりつつ進まなきゃいけない時っていうのは基本的にはもうエンジンを軸に車がくるっと向きを変えてしまうので、そのまま滑ってコーナーの外側にズドーンと飛んでいく。まあ上手い人ならリカバリーできるのかもしれないけどね、僕は少なくともそんなうまくはいきません。うんすっ飛んでっておしまいです。なのでコーナー進入速度っていうのをすごく慎重に判断しなくちゃいけない、うん、のがまず難しいね。それで
次に難しいのはコーナーの立ち上がりです。まあそのエンジンが真ん中ら辺についているので後ろのタイヤに荷重はかかりやすいんでね、うまくその荷重をかけながら加速してあげれば結構ねいい加速を見せます。立ち上がりもね、ただその代わりパワーが1020馬力なのでほんのちょっとでもねアクセルを開けすぎるともうねお尻が滑っちゃってリアタイヤがスピンしちゃってどうにもなんない。なのでそのいわゆるコーナー進入の時ブレーキングの時に使うブレーキなので僕パッド操作の僕の場合は左手の人差し指も、コーナーの出口からストレートにかけて使うアクセル、つまり右手の人差し指今日なんかろれつおかしい、人差し指なので左右の手の人差し指をものすごい酷使する、絶妙な押し方をしてあげないと機嫌よく走ってくれない、車です。その代わり絶妙な加減ができた時には恐ろしくね速い、やっぱりね気持ちよく走ってくれるいい車だと思っています。ただやっぱりねちょっとお父さんには反応が過敏すぎるかな。なのでもう少しボケていただいてそのぼんやりとしたセッティングにしていただいて、でどっちが楽なんていうの、その右手の人差し指つまりアクセルをもう少しね気楽に踏みたいんだよね、ってことはもっとリアに荷重をかけてリアタイヤを滑りづらくする必要が危ないあるんじゃないかなと思います。怖い、おお怖い怖い、ああもうほら滑っちゃう。ただねこれねやっぱりプロジェクトカーズに感謝を送りたい。その前までの僕だったらこの車ねちゃんと走れてないと思う、一回破綻しちゃったらね。でもプロジェクトカーズをある程度やってたおかげで繊細な操作がね自然と身についている。これはいいことだね。で滑り出しちゃった時もしくは滑り始めこういう時にやっぱ微妙な操作でね車を維持する能力っていうのは多分以前の僕、要はフォルツァしかやったことなかった頃の僕には、備わってなかった能力だね多分ね。おうおうおう、ひどくない。ほら今もねじわじわとアクセルを開けてリアのトラクションを回復させながら少しカウンターステアを当てて車の向きを維持する。こんなのねできなかった多分昔の僕は、その手の器用さが足りなかったというかね、そこまで中途半端な操作って多分できなかったと思うんだよね。こんな滑り出しちゃってもある程度落ち着いていられる。いやーやっぱりそのなんていうのかな、甘やかさないって大事だねなんていうの、よりシビアな操作を学ぶことっていうのは必要なんだね。しかも強制的にね。あやばいやばいやばい、ほらほら今のも分かった何が起きたか。アクセルを開けすぎてリアがスピンしたところにその坂道というかデコボコ、道路の傾きが拍車をかけていて、でなんとかリカバリーをしたの図なんだけど、あーでもねでもね快適ではないなすごく神経を使う、もうだいぶ集中力なくなってきているので、そのなんだ滑らせない運転というよりも滑ることを前提に操作し始めたのでちょっと良くないなこれはね。これじゃタイムが出ない、追いつけない。なれるかな、あこれいけるじゃん、やばいオーバースピードだぞ、滑ろう、あ滑った、あったギアミスシフトミスしちゃったけどなんとか追いつきたいな。あー無理っぽいな、いい立ち上がりだあの人も、無理でした。5位だね、よいしょ。難しい、いやでも大変楽しい車です。これはセッティングの出しがいがあるかもしれないね。はい、チャンピオンシップはどうなった？現在1位、
そして4位ぐらい、あ、2位で済んでるね。トップとの差が5ポイント。うん、楽しいです。じゃあね、やっぱりね、ちょっとセッティングを出して、もう少し僕が気軽に走れる方向性だね、を目指します。うん。なので、ちょっとお休みしてまた次回お会いしましょう。はい。それでは今日はこの辺で、大型犬がお送りしました。うん、やっぱフォルザ楽しいね。はい。バイバイ。またね。